はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、でーん、バランスボールを使ってですね、家で簡単にできる美脚エクササイズを紹介しようと思います。よくですね、皆さんインスタとか見たら、寝っ転がって足を広げて足パカとかってね、やってる人結構多いんですよ。で、そのね、足パカもいいんですが、タートル今回紹介するのは、もっと効果的に腹筋も鍛えながら足パカを強度を上げます。名付けて足バカ、いや違う、足バコと言います。ぜひね、皆さんやってみてください。で、よかったらですね、タートル最近よく動画載っけてますんで、チャンネル登録の横にある鈴のこのね、こんな鈴のボタンを押してもらえたらですね、動画上げた時に通知が行きますんで、よかったらその鈴のボタン押しちゃってください。ポチッとよろしくお願いします。じゃあ行きましょう。腹筋を鍛えながらこの足パカをやっていきます。まずですね、足広げて足伸ばします。で、ボールをね、持ったまま上半身を少し起こして、これでボールを挟みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、こういう感じですね。こうです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10という感じでやってみてください。勢いよく足を広げれば股関節のストレッチにもなりますし、まあ、タートルみたいにね、足180度開かない人もしっかりね、鍛えれますんで、ぜひこの足箱やってみてください。回数なんですけども、だいたいこれ楽ですから、回数よりも時間でやっていってください。携帯とかのストップウォッチを使って、だいたい2分とかやってみてもらえたら、美脚エクササイズにつながりますんで。スクワットでね、足が細くならない人、こういった感じで、チキンを鍛えたらですね、筋肉が少し落ちてですね、ちょうどいい足の筋肉になりますんで、ランニングしたり、あとはスクワットの前が、スクワットで前ももばっかり使ってる人なんかは、こういった足パカでチキンを鍛えたらですね、細くなれますんで、ぜひ毎日1日2分寝る前に頑張ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。コメント、そして説明欄にあるブログ、ぜひ遊びに行ってください。